あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。んーで、誰か、お、いたいた。あゆなよ、町も発展し魔物たちとの決戦も近い気がせぬか。そうそう、なんかね、守りが新しくなったけん、また何かが攻めてくるんじゃないかと。鋼の守りも完成し、町の守りも万全と言いたいところだが、我が輩はまだまだ満足せぬ。もっともっとこの町を強固な町にしたいのだ。そしてまたロッシが起こるんだ。そこでだアユナ、この辺りでもう一回り町を発展させてはくれぬか。さらに新しい部屋を作ることで町を充実させてもよいし、魔物に対抗しうる防衛設備を改めて作ってくれてもよい。お主の自由に町を発展させ、ビルダーとしても一回り大きくなってくれ。またレベルアップってことか。お、おお、よくやったぞアユナ。町が発展し、ビルダーとしても成長したようだな。あ、そっか。もうなんか今まで町づくりをしてきよった中で、すでにレベルが上がってしまったんだね。アユナよ、そんなお主に素晴らしい知らせがある。なになに？ついに我が輩はメルキドルクに書かれた最強にして最大の防壁の記録を見つけたのだ。お、え、また？え、またレベルアップする？早くない感覚。その名もメルキドシールドという、なんとも厳かで品のある名の防壁であろう。厳かで品があるんかどうかはわからんけど、単純な名前だね。これさえあれば、どんな魔物の攻撃からも町を守ることができる。かつての城塞都市、メルキドを完全に復活できるのだ。え、マジですごいやん。え、てかどんな魔物からも？へぇー。しかし、だ、え？その細かな製法まではメルキド力にも書かれてはおらぬようでな。このままではせっかくのメルキドシールドも作り出すことはできぬ。え？私も思いつかんのかな。そこでだ、製法の断片だけはビルダーのお主に伝えておく。お主ならいつかメルキドシールドの作り方をひらめいてくれると信じておるぞ。いつかか。でも断片を伝えてくれるって、何、断片しか書かれてなかったってこと？お、クエストコンプリート、鋼インゴット。あ、なんか戦いのマークになった。ってことは、ついに、ついに。うおー、あゆなよ。大変だ。またも魔物の軍勢が町に迫っておる。やはり魔物どもも、我らが町の発展ぶりを見て焦っておるようだ。魔物の親玉を倒す準備のためにも、ここは何としても魔物を追い払わねば。あゆなよ、戦いの準備は良いか？多分、きっと。おお、来たよ、来たよー。竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。7匹。こっちの方向？こっちか。おお、なんかいっぱい来てる。俺は、どうした？よいしょ。あ、こっちじゃないね。こっちじゃないね。大サソリ軍団が襲ってき、なんかもうすでに破壊されているのですが、鋼の剣。ちょい待てよ。いやー、燃え盛る炎。私たちの工房が壊されてしまったのだけれど。よいしょ。ちょっと待って、今どういう状態なの？隊長現れた。てか隊長現れる前にいろいろやられてんじゃん。ダメじゃん。よいしょ。でも一応ね。ほっ。ギャー。ほら、一応あの辺とかさ、バリケード作ってんだよ。バルケードだって。バルケードも張ってるし。とりあえず、バリケードの部分は壊されないみたいだから。ね？お分かり？いやー、超破壊されてるって。超破壊されてるって。ほらほらほら、バリケード壊れてないでしょ？すごくない？ん？何？どうした？はぁ、いやぁ、42めっちゃ効くじゃん。とか、うおぉ、なになになに？待て。てかね、リーチが長いんだけど。こっちに比べてリーチが長いんだけど、ずるくないっすか？でーい、ほら、私全然届かないのにさ、短いから。うわー、20も効いてるよ。こっち来い、こっち。こっち。
こっちに来て炎に焼かれてしまえよ。上に上がっている。ほらほらほら、炎に焼かれておしまい。いや超壊されてる。え、君たちそこに、え、なんでそこにいるのに炎に炎を吐かれてないの。え、壊れた。もうすでに壊れた。お、挟み撃ち。よし、あ、倒した。やった。すべてのモンスターを倒した。隊長も倒したし、バトルコンプリート。ね、そこいたらなんで燃えないの。旅の扉緑を手に入れた。お、新しいやつ。また新たなところに旅立てるね。イエーイ、パチ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 ー。で、倒したよ。何かないのかい。あゆなよ、改めて聞くが、ロッシのことをどう思う。ロッシ、ロッシはロッシでいろいろ考えてくれているんじゃないかと思うけど、何かにつけて人や物を批判したり、暗い話は文句しか言わん。おまけに一日中ダラダラとして街づくりにも協力しようとせんではないか。不満があるのなら街を出ればよいものを。あゆな、お主の口からピシャリと言ってやれ。いやまあね、ロッシにはロッシ、誰これ。なんか女の子いるんだけど。あらあらあら、ここは何なの。暖かい光が溢れる素晴らしい場所じゃない。ありがとう。なんかみそぼらしい格好してるね。あなた随分と冷めた目ね。いいえ、冷めすぎて逆に熱を持った目だわ。わかってるわよ、今更新顔かってそう思ってるんでしょ。まあ別に今更とかは思ってないけどさ、どんどん来てくれていいよみんな。だってそう顔に、いいえ、全身に書き殴ってあると言っていいくらいだわ。どういう状態。ここには建物もあるし人もいる。光もあってとても素敵な場所に見えるけど、住んでいる人たちは随分ピリピリしているみたいね。まあ魔物がね、攻めてくるから。でも私はもう歩き疲れてヘトヘトよ。私も今日からここに住ませてもらうわ。おう、どうぞどうぞ。私はチェリコ。何の取り柄もないけれど、空気だけは読める女よ。よろしくね。空気読めてるか？さっきから超ズバズバ言われるけど。なんか早速うろちょろしてるけどもさ、君。君。ちょ。なんだかおとぎ話で聞いてた街って、もっと夢に溢れたところかと思ってたけど、おとぎ話にで、おとぎ話とかに出てくるようなレベルなんや、街って。なんだか物騒な壁に囲まれて、物騒というか、殺伐としているというか。ところであなたはあの可愛らしい子とどういう関係なのかしら。二人っきりで一つのお部屋で一夜を明かしたような特別な関係なの？可愛らしい子って誰？あらあら、いいのよ、隠さなくても。私は大人の女だもの。可愛らしい子って誰？え、私も女なんだけど。かわい、え、ピリンのこと？ちょ、謎だらけだけれど。ショーターかな？まあ、とりあえず。今回はこの辺で締めておきたいと思います。最後まで見て、ちょっと。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さっきのチェリコって子はここに住むわって言って早速着替えてたんだけど、早いな順応が。